チャガチャかけるアート、バンダイさんのアートインガシャポン松岡道博02全6種で、今回当たったのがメンフクロウのイエロー。かっこいいね。これプレミアムガシャポンでちょっと高いやつなんだけど、松岡道博さんっていう動物と装置を融合した空想生物を制作する造形作家さんの作品をガシャポン化しましたよっていう。大きく2種類あって、ミミズクの小球子っていうのとメンフクロウと。これ実は第1弾もやってて、その時に当たったのがミミズクの方だったんだよね。これでね、2種類とも揃ったわけなんですけど、色合いもまあ綺麗だね。で、丸みがあるんだけど、メカメカしい感じがあって。かっこいいよな、やっぱり。で、ちょっと今回当たったの見ていくと、ボディのラインが綺麗だね、流線形で。ちょっとこういう金属っぽさとか、スクラップ感があるんだよね。継ぎはぎとまではいかないけど、でもなんかその武骨な感じがかっこいいし、引きで見たらめちゃくちゃメンフクロウの形してるな、っていう。このギャップが面白いね。で、また今回も目のところクリアパーツでできてて、すんごい綺麗だね。中のとことかもちょっとね、複雑な形になってるのかな。この丸く浮かび上がってる影の感じが面白いね。足も左右でこんな違うんだね。こう並べるとメンフクロウが思ったよりでかいのよ。うわー、なんだろう、好きだわー。かぶったガチャガチャをプレゼント。私ヨコンが大量のガチャガチャを回す中で、かぶってしまったガチャガチャをみんなにプレゼントしようのコーナー。先週の当選者の方はこちら、おめでとうございます。これから発送作業に移りますので、今しばらく楽しみにしてお待ちください。そして今週のプレゼントはこちら。応募方法は概要欄の URL もしくは TikTok プロフィールのこちらのリンクから飛んで、必要事項をご記入ください。チャンネル登録、フォロー、コメント、高評価などもぜひお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。